突然ですが、ご報告があります。今日の2022年の1月20日より、僕のチャンネルは動画をほぼ消してしばらく休ませていただきます。ただ、絶対2月5日までには帰ってきますので、これからはショーツだけをこのアカウントに上げていこうと思います。そのため、チャンネル登録をして待っていてください。では、そして皆様に一言謝罪したいことがあるのであります。すいませんでした。ということで最後の一言。 パフェイワシはさよなら